漫画家さんが書いた、有名人。高橋博士先生が書いた、湘南の風。いいね。違和感がなさすぎて。サラリーマン金太郎、元宮博士先生作ゆず。なんか似てる。元宮先生の絵柄なのに、ゆずの特徴捉えててすごいわ。漫画太郎先生の、嵐の二宮和也。正直これは悪意ありすぎて笑う。どうしてこうなった。青山剛昌先生が書いた、福山雅治、アムロ。福山書いたのは、これもだよね。こっちのガリレオバージョンの福山雅治の方が似てるな。幾恵美涼先生の書いた、奥田民生。登場人物感がすごい。幾恵美涼は昔から奥田民生のファンで、漫画に出てくる男がもろに民生だったりする、対談とかもしてるよ。セイントセイヤの車田正美先生、まゆゆとか、マツコとか、カノウ姉妹とかいろいろ。車田正美、こんなに絵うまかったんだ。なんかすごいびっくりしたわら。マツコ似てる。鳥山明先生、品川、めっちゃ似てる。うま。特徴捉えてるとかそういうレベルじゃないな。デフォルメしてるのに似てるってすごいよね。同じく鳥山明先生、麒麟川島さん。鳥山先生の絵はやっぱ別格。誰が誰を描いたかが一目でわかるってすごいよね。やっぱすげえよな。全部特徴捉えてて、なおかつ自分の絵に落とし込んでる。ダントツだよ。海の地下先生、バンプオブチキン。これはまた素敵やね。藤くんは似てるというか、わかる。浦沢直樹先生作、泉谷しげる。うわ、めっちゃいい。こういうの好き。シンプルなのにすごく伝わる。こちらも同じく、浦沢直樹先生作、泉谷しげる。こっちもいいね。すげえ、こういうの絵が上手いって言うんだろうな。足立みつる先生、スマップらしい。スマップと言われればわかる。帽子かぶってるのが中井くんかな。これは面白い。似てるよ。なんとなく誰かわかった。森田正則先生の、中井くん。これはルーキーズにいるな。森田正則はさすがだわ。うまいし特徴掴んでる。鳥山明、森田正則は圧巻。浦沢直樹もうまいよね。変に美化しない人はうまい。漫画太郎先生、ピエール滝さん。似てます。覇気のなさ最高やな。画太郎先生、面白すぎる。桂正和先生の、加藤浩二。こんな風に書いてもらえるなんて最高だね。森田正則先生の、千原兄弟。似てるのはもちろんのこと、構図がもう黄金比率というかなんというか素晴らしい。複数人を一枚にまとめて書いても、ただ書くだけじゃなくてすごくワクワク感あふれる構図にされてる。二人ともすっごい似てる。しかも森田先生が書いたってすぐわかる。すごいなぁ、これが本当に絵がうまいってことなのかな。喋り出しそうなくらい、すごい画力だね。ママレードボーイ、吉住渉先生の、嵐。すごい、みんな同じ顔なのに、どれが誰かわかる。顔も似てるし立ち姿がちゃんと特徴捉えてるのがいい。あの少女漫画の絵柄で見せれるのにびっくりした。嵐の雰囲気にも合ってる。小田栄一郎先生の、木村拓也。顔も似てるし、何より絵の雰囲気がいいね。見たことないけど、キムタク、こういうポーズしてそう。浦沢直樹先生の、今和の清志郎。すごい。ちゃんと浦沢先生の絵なのに、清志郎さんだ。足立みつる先生、大泉洋のエッセイの表紙。うまいと思ったなぁ。耳が足立みつるだね。違う作品でもみんな同じ登場人物に見える絵を描く足立さんでも、やればできるということがわかった。宇宙兄弟の小山中也先生、ユニコーン。CD のジャケットだっけ？特徴掴んでるね。モンキーパンチ先生、加藤浩二と、テリー伊藤。モンキーパンチ先生、さすがです。ちはやふるの作者、末継ゆき先生が書いた、パフューム。東村明子先生の、パフューム。パフュームっていろんな漫画家が書いてるよね。髪型でキャラ分けされてるから、書きやすいのかな。石田水先生作、江頭2時50分。エモ言われぬ不気味さが出てる。森田正則先生の、バナナマン。日村の髪の毛のツヤ。小田栄一郎先生の、めちゃイケメンバー。すごいね、どれが誰かすぐわかる。みんな似てるからすごいよね。空気感まで伝わってくる。
オレンジ、高野いちご先生の、嵐。桜井くん似てるな。ニノは単体ならわかんないわ。原哲夫先生が描いたケンコバさん。世紀末感がすごい。神話性高いな。似てるのにちゃんと原哲夫の世界観、絶妙。こちらは原哲夫先生が描いた、桃黒。色使いとか世界観がすごいね。桂正和先生の、三浦さん。似てる、そして綺麗。桂先生は女性の魅力を描き出すのがうまいな。僕に与えられた役割をよく考え一生懸命描きました。三浦さんと桂正和さんのコメントも面白い。この三武志先生が描いた、錦織圭選手。リアルテニスの王子様か。漫画のワンシーンだけど、富樫義弘先生の描いた、グレイ。どのシーン？ハンター試験の寿司作るとこ。ほんとだ、よく気づくね。矢沢愛先生の描いた、上原さくら。絵柄と本人のキャラがぴったりだね。桜桃子先生の、グレイ、ひさし。どういう流れで桜桃子が描くことになったんだろう？古沢優先生が描いた、横浜銀杯の賞賛。コラボでラインスタンプ出てるよね。江口ひさし先生が描いた、能年ちゃん。江口先生が描く女の子はすごいな。新たに魂入ってる感じ。江口先生すごいです。原哲夫先生の松田優作。ちなみに描いたのは中学生の頃。へ。上手い人って小さい時から上手いんだな。マン、ガタロウ先生のアッキーナ。この森泉ちゃんのもそうだけど、本人たちがその表情してくれてるのがとてもいいよね。ほんとだねー。このぐらい余裕を持って人生楽しみたいけど、やはり育ちの良さがなせる技なんだろうな。漫画太郎先生は誰だろうと容赦ないのがいいなわら、遠慮して相手を美化して描くのは、似顔絵としてもつまらない。松本太陽先生の、二宮和也。これ好き。似てるし、イラストとしての雰囲気もあるしとてもいいね。藤田和弘先生の、あん、食べられてるし。この色使いや味のある絵がすごく好き。特徴も捉えられてる。藤田和弘先生の筋肉少女体。やっぱり虎が食べてる。ほんと、一枚の絵としての完成度が高い。ただの似顔絵イラストじゃないね。小田栄一郎先生の、嵐。みんなそっくり。特徴捉えて、デフォルメするのうまいよね。松潤が遠目でわかる。浦沢直樹先生の描いた、バナナマン。顔も似てるけど、シャツがズボンに入ってるお腹周りがリアル。このシーンも意味深。浦沢先生の漫画の最初の頃の不気味感がある。庵野もよこ先生作、エヴァとかの庵野秀明監督。夫の似顔絵。このバージョンも可愛いよね。庵野もよこ本当に好き。伊佐山先生作、乃木坂、生駒里奈。推しに駆逐されてるんだよね。効果音が、お疲れ様でした、になってる。そういうところのセンスが、伊佐山先生は独特の個性があって好き。ゆで卵先生作、合力あやめ、全身バージョン。なんで緑なの？怪獣合力らしいよ。絵もうまくてストーリーも作れて漫画として完成できるってすごすぎ。次はどんなトピをまとめようかな。また見てくれたら嬉しいです。